っと抜け出せた。合流できるわよ。私は探しに行きたいです。そっか、心細いよね。私はリリアがいればいいわ。ちょっとちょっと、リリアちゃんの都合も考えな。どうして？私たちがいるじゃない。それより懇親会の時は本調子じゃなかったの？さあ、どれでも選びなさい。何でもいいわよ。今度こそ私が勝つんだから。そんなこと言われても。さあ、どれにするの？じゃあ、輪投げで。狙いをつけて。よし！えい！えい！完全勝利！一つも入りませんでした。普通だって。ラムネ飲んで元気出しな。ありがとうございます。これがラムネなんですね。あれこれどうやって開けるんですか？プラスチックの変なのついてるでしょ。それをこうやって。これビー玉なんですか？ちょっと無視しないでよね。さあ、カツラギリリア。はい、負けちゃいました。よし、もう気は済んだわ。リリアちゃん寂しがってるし、あいつら探しに。次は射的で勝負よ。まだ借りを返しただけで勝ち越してないもの。次も勝利してこそ本当に勝ったって言えるんだから。リリアちゃん、ほんと悪いんだけどさ、もう一回勝ったら満足すると思うから。はい。でも、射的って何ですか？ほら、さっき聞いた。リリアちゃん、日本のお祭り初めてなんだよ。もっと優しくしてあげな。勝負なのに手を抜けっていうの？初心者に全力で勝って嬉しいってわけ？さっきってそんな情けねえ根性だったんだ。私は大丈夫です。大
大丈夫大丈夫、このくらい言えば聞くし。確かに琴音の言う通りだわ。でしょ。じゃあ勝ち負けなんて面倒なことは忘れて、カツラギリリア、改めて射的で勝負よ。なんでそうなるんだよ。ただし先に私が射的のレクチャーをしてあげる。え、教えてくれるんですか。初心者に勝ったって意味がないもの。安心しなさい、私がすぐにあっという間に射的マスターにしてあげる。そして今度こそ負けを認めさせるわ。私からもちょっと提案。負けた方が勝った方の言うこと聞くんだよね。ならリーリアちゃんが勝ったら手まりたちと合流するでいい。当然負けたら従うわよ。負けたら、藤田さんありがとうございます。花見さん、よろしくお願いします。